サミュエル・ピープス、サミュエル・ピープス、サミュエル・ピープス、1633年2月23日から1703年5月26日は、17世紀に活躍したイギリスの官僚、王政復古の自流に乗り、一平民からイギリス海軍の最高実力者にまで出した人物であり、国会議員及び王立協会の会長も務めた。今日では、 詳細な日記で知られているが、官僚としての業績も大きく、王政復古後の海軍再建に手腕を発揮したことにより、イギス海軍の父とも呼ばれている。ロンドンの仕立屋の子として生まれた。ケンブリッジ大学を卒業後、大倉省の役人や、親戚のエドワード・モンタギューに雇われた。その頃、フランスから亡命したプロテスタントの娘エリザベスと結婚。 1660年、当時サミュエル・ピープスの雇い主だった、エドワード・モンタギューは、議会派に任命された、ジェネラル・アット・シー、ジェネラル・アット・シーの一人だったが、地方に隠遁していた。そして、ピープスがロンドンに残り、議会の動向をモンタギューに報告していた。王政復古の宣言がされると、 ジェネラル・アット・シーの筆頭閣だったジョージ・マンク将軍が、王統派に転じ、公認のジェネラル・アット・シーであるモンタギューに対し、艦隊を率いて、王を亡命先のオランダへ迎えに行くよう指示した。ピープスからの情報により、情勢を把握していたモンタギューは、王統派に着くことを決断し、マンクの指示通り、イングランド艦隊を掌握ってオランダからチャールズ2世を、連れ帰った。 チャールズ二世が大いに着くと、モンタギューはその功によって、初代サンドウィッチ伯爵に助せられた。ピープスも、モンタギューの推薦により、ネイビーボードの長官に任命された。ネイビーボード長官になっても、モンタギュー家の執事としての仕事を続けており、彼の日記には、役所の帰りに、モンタギュー家の経理を処したといった記述が見られる。1665年。 王立協会のフェローに選出される。1669年、休暇を取って、妻とフランスオランダを旅するが、帰国後間もなく妻はチフスで休生した。1673年には、アドミラルティの初期官に就任し、1679年まで務めた。海軍省での仕事には、予得も多く、熱心に働いて、蓄財に励んだ。また様々なことに、 好奇心旺盛で、初期の王立協会会員となり、1684年から1686年にかけては王立協会会長を務めている。1684年には、チャールズ2世が、ロードハイアドミラルとなり、ピープスはその下で再度、アドミラルティ初期官に就任した。チャールズ2世の死後は、弟のジェームズ2世が、ロードハイアドミラルの職を継いだが、 1688年の名誉革命でジェームズ二世が亡命すると翌年ピープスも公職を引退した。1703年に成去。後の時代のアドミラルティ書記官は海軍省事務次官に相当する役職であるが、当時はロードハイアドミラル、ロードハイアドミラル、海軍の統括指揮官の秘書といった立場であった。よって、 ピープスを海軍大臣とする書籍があるが、それは誤りである。しかし、ロードハイアドミラルは、皇族や上級貴族が認じられ、国王や女王自らが就任することも珍しくない役職であり、実務は、初期官が取り仕切るようになる。チャールズ2世は、ロードハイアドミラルとなった、最初の国王であり、ピープスは、国王の名のもとで実際に海軍を統括する、立場であった。 そのため、ピープスはイギリス海軍において大きな影響力を持った最初の初期官としても歴史に名を残している。すなわち、ピープスは後の時代の海軍大臣に等しい職責を担っていたことは事実である。実際、性的からは彼は初期官というよりロードアドミラルであると評されてもいる。イングランド海軍に携わるようになってからは、 海軍規定の作成に尽力。1668年に始まった第二次、英乱戦争の経験者に送られる恩給、反級制度対象者を把握するため、自分用に作った乗組士官と召喚名簿は後に作成された士官名簿の原型となり、階級制度を生み出すきっかけとなった。また、1676年に士官制度の改革案を提示して、 乗組委員の中に推薦状を授与して将来の海軍召喚への昇進手順として制度化、反旧制度と合わせて海軍の専門家につなげた。ピープスが制定した規定で現在では世界標準となったものに霊法の発射数がある。それまで霊法は奇数、長法は偶数という関連があっただけで発射数に制限はなく、際限なく発射されていた。しかし、 王政復古後のイギリスでは苦しい財政事情の中で海軍の再建と拡充を行わなければならなかったため1675年にアドミラルティ初期間であったピースは経費節減の一環として霊峰の発射数を規定し最大発射数を21発としたこの時定められた発射数がその後世界各国に広がり現在でも国際監修として踏襲されている 1660年から1669年にかけ記述した日記が残されている。王政復古期の世相を描いた資料的価値が大きく、1665年のペスト流行や1666年のロンドン大化についても記述している。また、事故の女性関係、浮気などを赤裸々にと言っても、都合の悪い部分は外国語や暗号を用いて記述した記書である。 目を痛めたため、1669年で日記の執筆はやめてしまった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。